そう。あと結構ね、歌の方でもちょっと話すと、ラスサビにですね、デスボを入れてたんですけど、気づいた方いますか？よりジャキジャキにしてやった。なんかもっとチェーンソー、ノイズ表現ってなんだろう？もうデスボスかみたいな。左右にね、振ってあったりするんだよね。ついに歌ってみた動画に採用されてしまった。よーく耳を凝らしたらイヤホンとかで聞けると思いますので、聞いてみてください。今書き出すか？デスボ、どう入ってたか書き出してみるか。うわ、すごいな、俺これ出してたんだ。ホラーでしかないかも。みんなホラーかもしんない。俺こんな感じだったんだ。ちゃんと怖い人が出るかもしれない。苦手な方はね、聞かないように。30秒くらいはプラザバック推奨かも。いきます。まずこれ最初ね。で、はい、ズーンバーンって入れる。で、ラストに っていうのが入ってたね。楽曲に馴染ませてたからそんな気づかんかったけど、予想以上にホラーだったな。ボーカルのトラックにディストーションとかも入ってるから、素の声っていうわけではないんだけど、すごいな。なんかこう聞いてみるとまた思った以上に恐怖かもしれない。 トラウマになりそう。そうだよな。しちゃうと喉痛める。なんかやり方が悪かったらちゃんと痛めるらしいよ。練習の仕方とかがあるらしいから、あんまり独学とかではやんない方がいいらしい。どうやら。ちょっと俺独学やから何もわからないけど、一応デスボっぽいから俺もデスボスクリームって言ってるけれども、正しいやり方なのかは知らないんだよな。でも一個の表現としてね、楽しかった、こういうの入れんの。掃除機特集してたけど、その音より掃除機、俺掃除機やんかもしれん。掃除機この音やったら結構恐怖じゃない？その音は大事。でもね、なんかカポってはまる時があって、その時がね、全然痛くないんだよね、喉が。さあ、いや、今回も、重ねたなぁ。重ねたんですよね。